リルでーす。たまにはね、普通の挨拶もしないとね、僕が誰だか分かんなくなっちゃいますからね。もしかしたら見てる人たちは僕のことをもこみちさんだと思ってるかもしれない。そんなことはないかということでです、今日はですね、思考シリーズです。皆さんお待ちかね、これ多分一番声多かったかもしれないです。思考のオムライスです。で、今回もですね、もしかしたら荒れるかもしれないです。作り方がもう全然違うので、ただ僕がめちゃめちゃ美味しいと思うレシピを引っ提げてきたので、僕の知る限りこのやり方で作ってる人って今まで一人もいないです。しかもですね、技術いらないです今回は。なんか僕オムライスって一番嫌なのが、卵をトントンの術があるじゃないですか。あれがね、できないとオムライスできないんですよ。なので、卵トントンの術が使えない芸人の皆さんも丸子ネタなんだけど、トントンできない方でも絶対に失敗しない、なおかつものすごく美味しい至高のオムライスっていうのを今回やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあですね、材料はね、結構シンプルなんですよ、今回のは。余計なもん入れないので。まずは、鶏肉。これ、ベーコンとかでも良かったりもするんですけども、今回は、至高のオムライスなので、チキンライスを作ります。チキンの方が、食感が良くていいんですよね。今回ね、食感がポイントになります。食感重視で鶏もも肉。胸肉でも大丈夫です。これ 80g ですね。あと、マッシュルーム 50g。これも食感重視で言っております。なければエリンギとかでもいいです。あと玉ねぎが1/4、ご飯 200g、 僕ちょっと砂糖のご飯いつも使ってるんで砂糖のご飯使います。普通に炊いたご飯で大丈夫です。あったかいご飯ね。あと卵2個、あとね調味料だけなんですよ。これね、非常にシンプルなものでやっていきます。これならね、皆さん揃えられると思いますんで、これでやっていきます。はい、じゃあですね、まずね、最初に至高のオムライスを作るのに一番もう絶対バレてるでしょ、僕が今何をやるか。一応もう思考シリーズをやるときは僕シラフなので、シラフだと僕料理できないのでこれですね。酔っ払いながら料理するの楽しいってのもあるんですけど、 YouTube は酔っ払ってなんてできない。もう全部入れちゃえ。はい、もう注いでいきます。はい、そして至高のオムライスを作るために僕が究極になっていきます。いいですね、第一形態ですね。セルみたいにランクアップしていくんで、最終的には完全体になります。はい、ということでですね、茶パンはこれぐらいにして早速調理をやっていきたいと思います。まず材料ね、切っていきます。まずこの玉ねぎをみじんにしていきます。よくね、後で炒めちゃうんでね、そんなにね細かくしようとしなくて大丈夫ですよ。端っこの方はね、みじん切りしにくいのでね、後でね、ザックザックとね切ってあげてくださいね。はい、マッシュルームしましょう。はい、このね黒いところ、はい、黒いね汚れのある部分は、切っちゃってくださいね。こんな感じでね。はい、で、これはねちょっとね厚めにスライスします。だから1センチ弱ぐらいで、そうするとですね、マッシュルームの食感が残りますので、今回ね食感を残したいんですよ。だからマッシュルームはね薄くなくてね、結構ね太めでいいので、こんな感じに厚めにスライスします。で、鶏肉です。で、横にカットしてあげて、本当に小さめのぶつ切りというか 1.5 センチ角ぐらいに切っていきます。はい、こんな感じで大丈夫だと思います。これで材料は全部切り終わりました。包丁はもう大丈夫かな。じゃあですね、最初にチキンライスを作っていきます。まず、バター入れてください。 10g です。フライパン熱していきます。で、まず鶏肉です。を炒めます、軽くお塩と胡椒。ちょっと炒まったらですね、今度玉ねぎ、コンソメです。コンソメでね、下味をつけておきます。下味ね、半分ぐらい、これが入るとね、やっぱねぐっとね、このチキンライスの美味しさがね、引き立ちますのでね、通るぐらいまで炒まったら、マッシュルームを入れる。はい、でですね、マッシュルームを少し炒まったところで、ケチャップです。大さじ3、ここでね、ケチャップ入れちゃいます。
これ、ね、ナポリタンの時も言ったんですけど、この状態でですねちょっとねいい感じに炒めちゃうんですね。このケチャップの酸味が飛ぶまで。僕ケチャップの酸味があまり得意ではないので、後でオムライスの上から追いケチャップすれば大丈夫なので、ここはね酸味飛ばしてくださいね。ケチャップってこう液体じゃないですか。これが固形になるまで炒めてください。結構ね、まとわりついてきました。こんな感じ、枯れることがないぐらいまで炒めたらもう OK です。で、ご飯を温めるの忘れたから、今から温めます。ご飯です。ご飯ですよ。まあ、炒めながらやっていくんですけども、まあ、そんなにね、いっぱい火は入れないですので、こんな感じですね。こんな感じで、もう全体にまとわりついたらもう OK です。はい、そんなに焼かなくて大丈夫です。あのこれはこのまま、じゃあとりあえずポッと置いておきましょう。で、次です。すいません、さっき言い忘れたんですけども、お湯を沸かしておきます。チキンライスを作る前に火にかけておくといいです。で、大きめのお鍋にお湯を沸かしておいてください。今回の仕込みの皆さん、こっからが肝です。卵2個ありますね。で、これをね、ボウルにもね割っていきます。こんな感じでね。あとね、お塩1つまみですね。これね、完全に溶いちゃいます。あの、白身がなくなるぐらい。で、こうすると、まあどうですか、白身、ほとんどないんじゃないですかね。結構ね、溶きました。で、こっちは沸騰してます。沸騰したら、弱めの中火ぐらい。で、こっからです。はい、鍋、用意してください。はい、こうやって浮かべます。はい、これ、ね、鍋がなければ、鉄製のボウルとかガラスボウルとかでもいいんですけども、持ち手が熱くなるので、できればこういう鍋がいいです。で、ここにですね、バター、バターね、5g。 はい、バター溶けたら、あの、卵もね、全部入れちゃいます。はい、で、ここからね、ちょっと重要です。こんなね、ゴムベラ用意してください。鍋が傷つかないようなヘラだったらいいです。もうちょい温度上げるか。こんな感じでね、これね、前ね、スクランブルエッグの回でやったんですけども、要はですね、今回のオムライス、オムレツを乗っけるんじゃないんですよ。スクランブルエッグを乗っけるんですね。これが今回のレシピの肝となります。このね、トロトロスクランブルがはね、もはやね、ソースです。だから卵で作るソースをかけるような感じですね。これがうまい。放置しとくと結構、ね、すぐね固まってしまうので、絶えずやってください。あの、そんなに時間かかんないんで、時間にしてね 2,3 分です、これできるの。こんな感じです。はい、どうですか。まだね、ちょっとね、塊が弱いぐらいなんですけども、まあ、ちゃんとトロトロのスクランブルエッグになってる。これがね、これがうまいんですよ、これが。そしたらさっきのケチャップライス、ちょっとね、冷めてしまったので、少し温めます。少し温めてる間に、このね、形作るね、やつを用意しますね。じゃあ、味噌汁ジャーンドでいいです。であとはね、あの、この、型にね、ジャーンで、形作りましょう、今日は、ね、形作るとね、でもね、あの、一気になんかオムライス感出るんでいいですよ、本当に。はい、こんな感じですね。で、ちょっとね、あの、ご飯を押しつぶさない程度に、ご飯の形を潰さない程度にちょっと押し付けてあげるといいです。用意したこのお皿にですね、こんな感じで、ね、こうするとドーム型。ここにですね、さっき作ったトロトロのスクランブルエッグ、これをね、入れていくんですね。これが僕の究極のオムライスです。至高のオムライス。ここにじゃあ大体大さじ1半ぐらい、これぐらい。ここにウスターソースですね、小さじ半分ぐらい。こんなもんです。これ入れるとぐっとね、香りとあれが良くなります。添えて完成。写真はね、これからサムネイル撮るんですけど、ね、サムネイルはかけてるのとかけてないバージョンを撮るので、で、あ、こちらで至高のオムライス完成です。はい、じゃあかけます。ケチャップもかけちゃいます。これはね、好みなので、かけなくても全然平気なんですけども、かけても美味しいです。オイボールしていきます。オイボール、ね、は
はい、ということで早速食べていきたいと思います。いただきます。準備万端ですよ、皆さん。卵はトロトロなんでね、卵を一緒すくって召し上がってください。 このトロトロ、いただきます。あー、たまめ、ほんとうまいだもんね。ちょっと待ってくださいね。これね、結構ね、好みがあるんで、ケチャップつけないで卵だけ絡めたバージョン、ここもね、うまいんですよね。うん、最高。生きててありがとう。なんですかね、もう全く新しいオムライスですね、これね。卵がね、もうソースになってるんですよ。これポイントなんですね。だからものすごくね、パンと絡まるんですよね、食べた時に。これはうまいですよ。うんうん、もうね、オムライスは半熟派だっていう方々もう大歓喜だと思います。トロトロなオムライスが食いたいっていう方、絶対これ頼むでしょう。で、これあとは好みなので、今回結構緩めに設定したんですね。もう少し卵の食感欲しいなって方は、あの状態でもう少しね、卵を火入れて混ぜていただいて乗っけてください。そうするとね、元に卵の食感が生まれます。で、今回具材が結構食感があるんですよ。鶏肉もゴロッとしてて、マッシュルームもプリッとしてるんで、なのでこのソースの加減ですごく美味しいと思います。でケチャップライスがね、また美味しいんだこれ。でね、このね、もう別のところの端から卵取っちゃう。卵取って、このトロトロな、トロトロなところ、うん、うん、最高ですよ。僕、まあ料理研究家としてはかなり一発屋なので、売れなくなったらこれで店で出します。あ、でもダメか、 YouTube で公開しちゃったから忘れてください、これはね。はい、とにかく美味しい。このやり方で一回やって、新しい、もう超半熟オムライス、いや、これ試す価値あります。本当に美味しいね。ぜひ皆さん作ってみてください。ということですね、今日は僕もまあ結構、まあ感じ的にはね、まあなかなかいい感じになっちゃった。皆さんね、そんな、別に飲み方は真似しなくていいですから、料理だけ真似して、今日料理チャンネルなんでね、料理チャンネルなんで、この料理が美味しそうだなってとかっていうことを思ってほしい。酔っ払ってるのは別に僕の、趣味なので、酔っ払わないと料理しちゃいけないとかじゃないということをちゃんと踏まえていただいて、お酒飲めないけど全然飲まなくていいですから、全然。もう麦茶とこれ合うなとかってめっちゃいいと思います。